はい、どうもこんばんは。第27回です。いきます。今回はですね、ひなこですね。いや、いよいよ来てしまいましたかという。まあ俺この実況始めた最初からね、ひなこの会話グダグダになるだろうなというふうに思ってたんですよね。2001と2002のキャラかなですけど、2000からのキャラですけど、全く使ってなかったんでね。うん。で、こう、ちょっとやりましたけど、これ撮る前にね、2000ベースなのか2001ベースなのかすらわかんないという。まあいや、一個ずつとりあえず見ていきましょうね。うん。まあ、今回は多分、説明全然足りない感じになると思いますけど、その時はまたね、コメントでいろいろご指摘くだされば、また別のキャラの回にね、補足でやっていこうと思いますんで、ね、この特殊技が多いのがね、これが難しいんだな。まず一番上からね、前へ押しながら A、前へ一発がこれで、追加入力でこれですね。これは、さっきやってて気づいたんですけど、弱パン押しっぱなししてりゃ2発出るんですね、勝手に連打しなくてもね。うん、まあこういう感じです。これはね、何にも繋がんないですね。どっからも繋がんないです。多分。そうですね。はい。で、前 A、C ですね。これから C ボタン。こうなります。A、A だと、相手ののけぞりが短い感じになる。ダメージも低いけど、C だとちょっとダメージ高くて距離が離れる。ちなみに、どれもキャンセルは可能っぽいですね。全部キャンセルはできます。はい。この二つは多分ね、あんまり使わないんじゃないかとね、思うんですよね。うん。で、マイ BB 突っ張り。これも同じく、ボタン押しっぱなしでね、2発出ますね。連打じゃなくても。こっちは使えますね。こっちは使います。強攻撃からまず繋がります。そんで、一発目で止めると、距離が離れないので、さらに、ひなこ有利なので、まあ、当たった場合ですけど、ガードされんと、五分五分くらいになるかな、ちょっと不利かな、投げは食らいますね、これはね。で、当たると、地上技に速い攻撃なら繋がりますね。目押しでね。何がいいかな。うん。目押しっていうか、連打キャンセルみたいな感じかな。まあ、早い技は繋がりますと。で、2発出し切った後でも、遠距離立ち B が入ります。これね、遠距離立ち B なんですけど、これが入ります。他は入る技はないかな。ないか。遠距離立ち B ですね。立ち C、前 B、遠距離立ち B が入りますね。これは使う、かなり使うコンボだと思います。それで、斜め C 強キック。斜め C、こうですね。うん。これはまあダウン取るコンボ。強パンから繋がってダウン取れるコンボですね。これはどっか使うところあんのかな？まあまあダウン取るってだけですかね。これ一発で止めんと、ちょっと不利かな。不利ではないかな。微妙ですね。ひなこしゃがみ B がすげえ連打効きますね、今回。しゃがみ B、しゃがみ A っていうのが、つか連打キャンセルがすげえな、これ。ちょっと、連打機使ってやってみますか。ああ、3発だな。3発入ってますね。あれ4発入ってんじゃん。連打機じゃなくて目押しでいけますね。連打機だと3発が入んなかったけど。で、斜め A ですね。これ。これがね、弱から繋がるリーチの長い特殊技。で、二段技。立ち B 先端ヒットでも入ります。
で、これもまた全部キャンセル、1段目、2段目キャンセル可能で、1段目は、まあ、必殺技をまだ説明してないんで出せないですけど、1段目でキャンセルかけんと、相手との距離が離れないんで、リーチ短い技も繋がります。はい。2段目は距離離れちゃいますね。リーチ長い技しか繋がらないです。で、これを使うと、立ち C、マイ B、立ち B、斜め、あ、違う。立ち C、マイ B、立ち B、斜め A が入って、こっから必殺技ができるんですね。ダメージは高いです。かなり高いですね。うん。入りますね。いいんじゃないのこれ結構。ね。で、斜め D、ケタグリ。これですね。これ前普通のしゃがみ強キックこれじゃなかったかなっていう気がするんですよね。今回普通のしゃがみ強キックこれなんですけど、前からこんな蹴りだったっけなーっていうね。うん、わからない。全然記憶にないんですが。はい、そんな感じです。じゃあ必殺技に行きます。あ、ケタグリは強パンから、じゃねえか。何から入るんだろうな。あ、ジャックから繋がるか。ジャックから繋がりますね。で、キャンセル可能ですね。はい。これは下段だよな、さすがにね。下段ですね。これも2段目は下段か。はい。中段技はね、多分特殊技はないですね。うん。中段はないです。はい。多分だけど。うん。ないです。あれこれ2段目が中段なのか知らなかった。2段目中段でした。これ、マイ B が。はい。全然見た目普通の上段ですけどね。で、特殊技の説明でもう7分ぐらい来てるんですけど、必殺技突き出し。うん、まあ、張り手。弱は4発。で、今日は、6発。で、スパキャン可能ですが、さっき試した感じだとね、3段目まではスパキャン可能。4発目以降はダメでした。はい。まあ、これは、近ければ強攻撃から入る。ダメージはまあまあ、一発一発は少ないですけどね。まあ、弱からも繋がります。こんな感じか。うん。まあね、そんなダメージ高い方の技ではないですね。ガードされた時の隙はあるな。めり込みますね。で、突き落としが、これですね。最初の張り手を出すところはガードポイントがあります。おう。すぐ出るわけじゃないんだな。ちょっと経ってからですかね。弱は弱も同じか。そうですね。一瞬経ってからガードポイント発生という感じですか。ね。これは2段目が中段かな。両方上段でした。はい。これも一発、これの一発目からですね、入るのは。斜め一発目から。はい。はいはいはいと。よし。これスパキャン可能ですね。一発目がね。はい。で、寄り切り。これは、しゃがんだところで、一瞬、全身無敵かな。全身無敵があります。ほい。という感じね。ね、うん、全身無敵ですね。まあ、無敵投げ。フランケンシュタイナーとかね、女王外狩りみたいな、ね、タイガーネクチャン3みたいな感じで使う技です。画面端まで持っていけます。リーチがそこそこあんのかな。ね、こんな感じですね。ダメージはそんな高くないかな。はい。小手投げ。これは、コンボの締めに使いやすい技。打撃投げかな。という感じですかね。うん。当たると、小手投げですと。これ結構減りますね。これをコンボの締めに使うのがいいんじゃないかと。間違えた。立ち C スタートがいいのかな？立ち D かな？しゃがみ C か。あ、しゃがみ C が一番でかいか。あ、届かない。届かないのか。立ち C、しゃがみ C スタートだと届かない。あれ入ってないな。もっと早くやんのかな。早ければ入る。ゲージなしで、
5割弱。強い。強いです。もっとね、確実性を上げるなら、これ1段目ならね、まあ確実に届く距離になるでしょうね。はい。続いて、掛け投げ。これは、まあこれはワンフレ投げですね。掛け投げです。です。ひなこさん、ジャンプ D が2ヒット技か。ひなこのジャンプの軌道がちょっとゆったりしてる感じなんでね、結構落とされやすかったりするかもしれないですけど。あれ、2段技なのって小ジャンプだけ？軌道の問題で、発生の問題で1ヒットしかしないのか。でかいキャラなら当たるかもしれないけどね。これはまあ、どっからでも、コンボの趣味にね。まあ、ワンフレなんで、リバーサルとかにでも、割り込みでも。場合は、まあそこそこか。結構ある方じゃないですかね。吸い込んでますね。うん。はい。四股踏み。これは新技だよね、多分ね。地震を起こします。知ってる方もいるかもしれないですけど、この技の、一定のフレームと、に相手の攻撃が当たるとフリーズするらしいですね。ちょっとこれミラーにして四股踏み同士でぶつかったりするとフリーズするっていう話を聞きましたね。危険ですね、これは。あんま使いたくない技ですけど、実用性は結構ある技じゃないですかね。まあ、自信だし、追い打ちにもなるし、どこキャン中なら、あ、どこキャン中じゃなくても入るのか。これ入んないか。これがもう繋がってますからね。いろいろ使い場面はあるね。ありますね。まあ、追い打ちならフリーズすることはないですしね。はい。まあ普通の地震ですかね。中断でもないよね。地震なんで立ってたら当たります。っていうか下段ですね。下段技ですね。この倒れ方は。そうですね。はい。ドスコイです。地震系の技のね、まあ、共通なシステム的な、なんだろうな、バグなのかもしれないけど、あえてずっと残してるって感じだと思うんですけど、相手をダウンさせる技をキャンセルして、別の必殺技を何か出して、で、すぐ地震を出すと。そうすると、まあ、相手が起き上がる途中のモーションで当たると。まあ、段階比モーションにも当たるんですね。まあ、ちょっとこれ、EP 段階比に、できないんですけどね。こうやっちゃうと、一品動かなくなっちゃうんで。まあ段階しても当たります。タイミングが良ければね。これはダイモンとか、チャンとかもできますね。同じことをね。うん。そして、五輪継ぎ。これも新技かなと思います。俺は知らないです、この技は。と、すごい。これは、ちょっと発生は遅いかな。まあ、さっき試した感じ、無敵はなかったですね、このモーション。まあ、姿勢が低いっていうだけで無敵はなかった。すごい低いんでね。こういう技かわせますけど、まあ無敵ではないです。うん。で、ガードされると、特になんもない。距離が離れないんですね。なんかね、画面端だと離れない。自分は離れないんですね。敵は吹っ飛ぶけど、自分は吹っ飛ばないという。よくわからない技ですが、はい。これはね、強の方は何も繋がんないですね。弱の方は強から繋がる。繋がりますね。これも段階比不能なんで、ちょっとタイミング測れば、入りますね。うん。まあ、恥限定ですけどね。はい。で、カウンターワイヤーになってますね。カウンターワイヤーはできるんだよな、これね。ドスコーイ。弱でもカウンターワイヤーですね。カウンターになったら多分、長飛が入りますね。うん。あれは大一に使いますね。はい。必殺技。じゃあ、長飛。長飛は、なんか知らんけど、なんだっけ、ぶちかましたっけ？あれなくなってますね。合掌ひねりしかないです。あのぶちかましランブは結構使えたと思うんですけどね。まあなんかしらがないですね。まあ合掌ひねりは強攻撃から繋がる
まあ、これも打撃投げ。無敵があったかな。ないか。あ、一瞬あるね、一瞬ある。飛ぶ前、うん、本当に一瞬だね。下の方はずっと無敵だったりするのかな。あ、下の方は全然無敵ですね。ですね。そういう技ですと。まあ、これは単純にコンボ用ですね。あんまこれ割り込みで使うってことはないと思うんですけどね。これも同じく。おいや、と。減るなぁ、ひなこも火力高えなぁ。強いですよ、これ。まあ、多次強パンが密着で入ればもう、ね、結構これ簡単に入るんですよね。俺、ひなこ全然使ってなかったですけど、簡単にできます、これは。はい。で、マックス版合掌ひねり。マックス版の方が無敵長かったりとかあるかな。あら。そうでもないか。あ、無敵は長いな。無敵長いっすね。ひな祭り。はい。こういう感じで、ダメージ見てなかった。ちょっとダメージは。ああ、まあまあ、投げ技ならこんなもんか。投げ技じゃないけど、まあこんなもんか。これも同じですね。これ安定して入るね。強いな。しゃがんでると入るかな。しゃがんでても入ると。強いだろう、これね、ひなこ。ちなみに立ち曲は入んないと思ったら、しゃがみ B とか。しゃがみ B、しゃがみ A からもいけますんで。あ、そう、スパキャンやってなかったね。こういうとこからね。これはなんか知らんがね。4発目以降はスパキャンできないんですね。あとは、竜巻パンチだね。あら。まあ、そんな使わないか、こっちの方は。あと、四股踏みがスパキャン可能なんだけど、これの意味がわからないんですよね。スパキャン可能な意味が。何に使うんだって話ですよ。これ浮いたところなんかスパキャンでできないもんね。これがヒットしないとダメだし、ヒットするともうその場にダウンするから、何も入らない。わからない。空中の相手に当てたりするのかな。当たんないよな。ちょっと意味がわからないですけど、スパキャン可能です。しゃがみなどさせてみるか、一回。ね、ガードブレイクするわけでもないですしね。意味ないですよね。はい。で、マックス大シャリのドア落とし。これは、まあ、当たり前ですけども、新技ですね。これですね、昇竜キックと同じモーションですね。ちょっと、昇竜キックより遅いかな、発生が。リーチが長いかもしれない。ちょっと地味ですけどね。バンカーバスターですね。これは、繋がってないね、これはね。一発目打ったらちょっとどうかな。これは多分繋がってないやろうな。繋がってなさそうだな。繋がる場面ないかな。繋がる理想な技とかないのか。こういう技とか。コマンド入力が難しい。多分入ってないですね、今のは。こういうのから入るかな。ダメっぽいかな。これはダメか。これ投げ判定だよね。移動投げですよね。移動投げの中じゃ性能はじゃあ悪い方かな、ちょっと。ね。無敵は多分、
この遅さだからあると思うんですよね。ああ、今無敵なのかただ低かったのか分かんないようなのじゃ。違う違う違う、結構ガードポイントでかいんですね今の。ちょっと難しいぞ。ああ全身無敵だね。じゃあ割り込みか、対空にもなるかな、これなら対空にもなるかもしれない。でリバーサルとかですかね。うん、20分。はい、ドコキャンやるか。ドコキャンなんかいらないような、あ、いるかな。一応必殺技指導方法がちょっとわからないけど、俺はまあこういうの一発目からなら距離離れないから発動していいんじゃないかな。これができれば、ミスった。なんか出ちゃったな。ちょっと出ちゃう時があるけど、ああちょっとミスった。まあ今のができればそこから必殺技につないで、この辺からこういって、こっから何するかですけど、ドコキャンならね5発ギリギリまでいけるんでね。でこれ入れるか。こっからね、もう一回ね、もう一回これに戻るってことはできないですね。うん、であとはじゃあいける技は小手投げですとか五輪突きとか、うんって感じかな。これ浮いたとこ何も入んないよな。ここに追い打ちが入ればいいんだけど、ダメだね。あとは掛け投げは使えないのか。掛け投げ使えないと。寄り切りは入んないか。入んないですかね。入んないですね。うん、じゃあ五輪突きからドコキャンだと、ここから調子出せないんですよね。うん、なのでこんな感じになるか。これを一回やってみますか。なんかちょっと抜けたけど、こんなもんすかね。3ゲージだよね。強いんじゃないのこれ。ねえ、ひなこ。まあ、これだけでも十分減るしね。8C 前 B、B 斜め A のつなぎが強い。ちょっと入んない時があるけど。早めをね、心がけて。昔はね、立ち B、しゃがみ B だけで永久になったんですよね。昔って2000だっけな、この流れは。うん、2001はなんか違うつなぎで永久ができた気がするけど。今回も立ち B、しゃがみ B が入んないかな。うん、ですかね。うん。まあ、シャンビー立ちビーも入んないか。あ、シャンビー立ちビーは入るか。こういうことはできるんだな、やっぱ。うん。ひなこは通常技の目押しができるようになれば相当使えるキャラだと思いますね。弱点は、まあ、なんだろうな。ジャンプが緩いことと。ジャンプが緩いのも、まあまあ、これがあるからな。空対空がちょっと弱いかもしれないですけど、ひなこは。うん、足払いも今回いいのがあるしね。うん、リバーサル投げもあるし、まあ、対空がちょっと弱いかもしれないかな。対空はこういうのをうまく使ってね、うん、っていう感じのキャラですか。まあ俺はよくわからないですけど、結構強いかもしれないね、これがあるってことはね。
これうまくやんないと入んねえな。中央で入るかどうかちょっと確認。あ、入るね、入る入る。密着なら入りますね。ちょっと入力が遅いとダメですけど、消費はまあ確実に入るしね、十分じゃないですかね。はい、じゃあこんなところで避難校終了と。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。失礼します。